東部泥メは、泥メか泥メ族に分類されるカメ。最大高長1 2 5ンチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、オスは最大高長1 1トル。背後は、ドーム状に盛り上がり、上から見ると卵型。第1、C パンは、第2円カンパンに接しない。第2から4、C パンは平坦だが、稀に凹む個体もいる。 円寒板は、のこぎり状に尖らず、第10円寒板が最も大型。廃坑の色彩は高褐色、暗黄色、暗貸色、黒。液化寒板と、素形寒板が接する。復興はやや大型。左右の高寒板の間にわずかに切れ込みが入るが、切れ込みが不明瞭な個体もいる。蝶子外は発達するが、紅葉がやや小型のため復興を折り曲げても、 廃校と紅葉の間にやや隙間がある。廃校の色彩は単校色や褐色で、チームの周辺は暗色。頭部は中型。粉炭はやや突出し、上顎の先端は針状に尖る。指跡の間には水かきが発達する。頸部や獅子、尾の色彩は灰色や暗黄色、暗褐色。卵は 長径1.7から3 2トル、短径1.3から2トル。孵化直後の幼体は、校長2から2 7トルで、復興が赤大々色。種小名サブルーブラムは、腹が赤いのいで、孵化直後の幼体の復興に由来する。幼体は、C カンパンやアバラカンパンに、あまり発達しない筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。 オスの生態は、復興が明瞭に凹み、左右の交換パンの間の切れ込みが、やや深い。また大腿部やスネには、大型ウロコが並び、尾の先端に針状の大型ウロコがある。さらに、全肢の爪が伸長し湾曲する。メスは、復興が平坦で、左右の交換パンの間の切れ込みが不明瞭か、非常に浅い。泥亀族属内では、 黄色泥亀やミスジ泥亀と単系統群を形成し、特にミスジ泥亀に最も近縁と推定されている。アッシュミシシッピ泥亀の外部形態はミスジ泥亀に類似するが、ミトコンドリア DNA の制限酵素断片法による分子系統学の研究では、元アッシュやアッシュフロリダ泥亀の方がよりミスジ泥亀に近縁とする説もある。流れの緩やかな小規模な河川や地層、 湿原、水たまり、氾濫、原、気水域などに生息し、低湿が泥や腐食室で、やや水深の浅い湿水域を好む。水場周辺の陸上で活動したり陸図体に水場を移動し、降雨時や降雨後には陸上を長距離移動することもある。中高生だが、下記には降雨後の白明白母性傾向が強くなる。族内では日光浴を行うことは少ない。 多くの生息地では、カキや陶器に、陸上の落ち葉、倒木や岩の下、他の動物の巣穴、浅い水中などに潜り休眠する。植生は雑食で、昆虫、甲殻類、貝類、ミミズ、両生類やその妖精、動物の死骸、植物の葉、果実、水生植物、藻類などを食べる。陸上でも、水中でも採食を行う。容体は、 動物食傾向が強いが、成長に伴い植物質も食べるようになる。繁殖形態は卵生。水辺の砂地や赤土、落ち葉や木の枝が堆積した、開けた場所に7.5から12.5センチメートルの穴を掘り、2から9月に1回に1から9個の卵を年に3回以上に分けて産む。卵は約100日で孵化する。8から9月に孵化した個体はそのまま地表に、 現れるが、10月以降に、卵から孵化した個体は、地中で越冬し、翌年の夏季に地表に現れることもある。開発による生息地の破壊、水質汚染、ペット用の乱獲などにより、生息数が減少しているが、生息数は多く足単位でも、絶滅の恐れは、少ないと考えられている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 ドロガメ族内では1960年代以降と古くから流通していたが、同族多種や匂いメと区別されず安価かつ大量に流通していた。元アッシュやアッシュ、ミッシッピドロガメは安価で大量に流通するが、流通量は不定期。1990年代にフロリダ州で野生個体の採集が規制されたため、アッシュフロリダドロガメの野生個体の流通がほぼなくなり、 日本国内も含めた飼育か繁殖個体の流通が全増している。アクアテラリウムで飼育される。陸地を用意し、屋内で飼育する場合は、局所的で水に強い暖房器具を照射し皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る。オスの生態は、性質が荒い個体が多いため、基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。